ボンゴとフェスティアキッチンへようこそ。今回紹介するお菓子はモンブラン、まあ、過去に2回モンブランやってるんですけど、今回はショートケーキタイプのモンブランを作っていこうと思います。個人的になんですけど、栗とコーヒーの組み合わせっていうのがすごく好きで、スポンジ生地をですねコーヒー風味のものにして、でラム酒のシロップを染み込ませたちょっと大人な味の土台はショートケーキにして、表面にモンブランクリームを絞って完成という形ですね。でサンドはやはりモンブランなんで、栗の甘露煮をサンドして、秋に食べたい栗のショートケーキ作っていきます。それでは早速、カモンさん、卵を泡立てていきたいと思います。常温に戻しておいた卵をほぐしてもらったら、そちらに砂糖を加えてこのまま泡立てていきます。しばらく泡立てるとですね、白くもったりして、持ち上げると卵の跡が残るぐらいまで泡立ったら、ここから低速で1分ぐらいですかね、キメを整えてあげます。で低速で少し回してあげるとですね、先ほどよりも生地のツヤが良くなって、残る筋もですねよりしっかりしたものになりますので、この状態になったら粉を混ぜていきます。で今回がですね、薄力粉とより風味を良くするためにアーモンドパウダーも一緒に加えます。でアーモンドパウダーがですね結構油が多いので、あまりしっかり混ぜすぎるとですね一気に気泡が潰れてしまいますので、可能な限り優しく粉気がちょっと見えなくなったぐらいで油を加えていきます。では溶かしておいたバターと牛乳に、最初に溶かしておいたコーヒーペーストですね、こちらを加えて、卵の方へ加えます。で粉を加えて混ぜた時と同じように、こちらもですね優しく全体に馴染むまで。コーヒー入りのバターの筋がですねなくなって生地全体が同じ色になれば混ぜ終わりで大丈夫です。こちらを型に流して焼いていきます。で今回シートで焼いていくんですけど、今回のレシピだと30センチ角ぐらいの天板であれば同じぐらいのボリュームで作れます。生地をすべて入れたら、カードやパレットでですね、平らにしていきます。で生地を真ん中に落としてもらって、一旦四隅に生地を動かしたら、分厚いところから薄いところへ。平らにしてあげます。ただ軽く衝撃を当てて大きな気泡だけ抜いておきます。こちらを170度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。で焼き上がりましたんで、少し高いところから落として中の熱い水蒸気を抜きます。すぐに天板から外して、で四隅の紙を外しておくとですね焼き縮みが防げますので、
粗熱が取れるまでですね、紙だったり固く絞った布巾なんかでもかけておいて乾燥を防ぎながら冷ましていきます。で、完全に冷めたらラップをかけておきます。ではスポンジも完全に冷めましたんで、モンブランクリームとクレームシャンティを作って組み立てていきます。今回フードプロセッサーで作るんですけども、フードプロセッサーがなければですね、ハンドミキサーの羽を1本だけつけて作るといい感じに仕上がります。で、まずですね、バターとマロンペーストですねを一緒に入れて、ここで一度滑らかになるまで回します。一通りバターとマロンペーストが混ざったら、ここに蜂蜜と香り付けのラム酒を入れます。あとはもう一度滑らかになるまでフードプロセッサーを回してあげれば完成です。続いてクレームシャンティですね。生クリームに砂糖を加えて、角が立つ程度までですね、泡立てていきます。割としっかりめに角が立つぐらいになったら OK です。それでは組み立てに入っていきます。まずは生地の型紙を剥がして、表を向けたら、一応この時に表面の皮が残ってたら、切り落とすか剥がすかしてもらって、焼き面がない状態にしておきます。今回ラップをかけて休ませて、ラップを剥がしたら一緒に焼き面も取れたんで、このまま使います。で、今回8センチ幅で切って2枚につき1台で2本作ります。レシピだけ載せておきますんで、シロップ、砂糖と水で沸かして、その後ラム酒を加えて冷ましておいたものですね。ではこちらに泡立てた生クリームを、さらによりピンとしっかりした角が立つまで泡立てたものを塗っていきます。栗の甘露煮を少し小さめに切った方が後でケーキ自体を切りやすくなりますので、刻んで、で、後で端は切り落とす予定なので、4つの端っこですね、ここは少し、開けて栗を散らします。では次にもう一度固く泡立てた生クリームをのせて、大体栗が隠れる高さでいいと思います。ではクリームが濡れたら、残りの生地ですね、焼き目を下にして重ねてあげます。で、この時に少ししっかりめに押さえてあげて、より平らになるようにしておきます。そしたら上段のスポンジにもですね、シロップを塗ってあげます。上段のスポンジは結構しっかりめにシロップを塗ってあげてもいいかもしれませんね。クリームを少量落としてですね、まず薄く塗ってあげます。まあ、高速によってシロップでもろくなったスポンジカスなんかを止めておくことができます。で、薄く塗ったクリームの上にもう一度クリームを落としてあげて、こちらは
なるべく平らになるようにですね。塗ってあげて、まあ、通常の丸いケーキをナッペするときと一緒で、一度横にクリームを落として、その後に表面のクリームを切ると綺麗になります。でどうしてもこの際に側面汚れてしまうんですけど、この汚れる分があるので少し大きめに作って、クリームを入れないようにしてます。ではこちらにモンブランクリームを絞っていきます。モンブランクリーム絞り終わりましたんで、こちらは一旦冷蔵庫で冷やしておきます。まあ、1時間から2時間ほど冷やしてあげると、ちょっとクリームを締まって、切りやすくなりますんで、まあ、その状態にしてからですね切り分けていきます。それではモンブランショートの方固まってきましたんで、こちらを温めたナイフでですね、まずこの横の部分ですね、こちらを切り落とします。モンブランらしく仕上げるためにですね、表面には粉糖を振ってあげて、つや出しを塗ってあげれば完成です。It is real.